はいですか、ポッキーです。今回もですね、前回やったこちらのホラーゲームを実況プレイしようと思います。なんか、家に幽霊が入ってきて、そいつを、倒すっていう、そちらのゲームをやっていきます。前回からですね、まあ、前回は何も調べずにやったんですけど、今回は結構いろんな、サイトなどを見ましてですね、幽霊の倒し方が分かった気がするので、そちらを実践していこうと思います。ではやっていきましょう。まあ、まずはじめはね、アイテムを集めること。それがとても大切です。はい。まあ、一回もね、幽霊まだ倒したことなくて、前回から一回もやってなくて、そのサイトだけを見てね、もう幽霊倒した気持ちになってるんで、ちょっと攻略プレイ的な感じになっちゃうかもしれません。まあ、ならなかった時は僕は死にます。ということでやっていきましょう。ここが舞台なんですけど、まずはじめに奥に走ります。はい。ここで家に入ってはいけない。ここにね、こうやってこう、アイテムがいっぱいあるんですよ。こちらを僕は前回見逃していた。どのアイテムだっけな、必要なやつ。まずこれでキャンドルですね、ゲット。そして確かここら辺に、あれない、サイトにはこの木になんか強力な武器がぶっ刺さってるって書いてあったんですけどね。なんもないな。まあいいや、一回プレイしてみるか。ちょっとなんか幽霊が出てくるまでは武器はまだ出ないって感じなのかな。フラグを立てないといけないみたいな。だって地下も前回のパートで地下、1回目行った時は何もアイテムなかったんですけど、2回目行った時はあったんでね。ちょっとフラグ回収しに行くか。とりあえず、この3階に来たんですけど、前回ここに幽霊引っかかってたんですけど、今回引っかかってないですね。アイテムも落ちてないよね、見た感じ。ということはだよ。どういうことだ、一体。ということは一体どういうことなんでしょう。アイテムがない。でもなんか、幽霊迫ってきてる音するよね。何どういうこと。地下行ってみるか一回。これ地下にも何もなかったらさ、俺もう罪だよ。素手で戦うしかないっていう。絶対へ無理じゃん俺。もう何もアイテムない。このスポットライトもないし。この部屋か。この部屋で回収しないといけないな、これを。これを回収することによってなんか変わるみたいな感じかな。そうでもない？教えて、テディ。ここ怖いな、なんか。これは、だいぶ怖い。この唇のピンクさ。さあ、これで多分アイテムが出たように感じます。もし出てなかったら俺は詰む。マジで。いろんな意味で詰む。てか、暗。なんかこのライト暗いんだけど、超。待てよ、アイテム見に行こう。なかった。え、なに？え？今なんかドクってなかった？え、幽霊いるんじゃね？待て、落ち着け、落ち着け。アイテムある。あれあれ、よし！このスポットライトが、幽霊を止めるためのね、とても大切なアイテムに、なってくるということも分かりました。そして、強力な武器とやらをね、取りに行きたいと思います。電源入れときましょう。さあ、この外ですね。ここにも、実はこちら落ちていまして、こちらも火を起こすアイテムとなります。まあ、火を起こしてね、火事を起こして、いけるってわけですね。そして、ライトを一つもらってって、あと、こちらです。このね、アックス。こちらをね、使ってこう幽霊を、ガシガシ切れば、僕が犯罪者です。ということで、こちらのアイテムをね、フルに使ってやっていこうと思います。そして、重要なのはですね、監視カメラ、あったじゃないですか、ファイブナイトアットフレディーズを思い出すような、あちらを見つつ、幽霊が出るのを待ちます。幽霊がどこにいるかを把握しつつ、戦うってわけですね。よし。流れは完璧。任しとけ。もう俺は違うぞ、お前までと。さあ、幽霊は一体どこにいるのか。監視カメラ、あ、待って、なんかね、幽霊がいるところにはこういうちっちゃい光みたいなんかね、パーってなるんですよね。あ、寝てますね。いいね。なるほど、いないか、見た感じ。今は動いてる時に、見えるっぽいですね。これ監視カメラ見てる時にさ、真後ろに来てさ、なんか死ぬとかないよね。あ、待て、いる、これ完全にいる。ここに、この部屋にいるぞ。どっちだ、あの部屋。待て。いるいる。マジでいる。落ち着けよ。この部屋か？あ、この部屋っぽい。待て、落ち着け。まず、ここに、置くよ。置いて。行くよ。ほい。あれ？いない？いない？あれ？いない？幽霊さん？あ、いない。待て。どこ行った？消えた。テレビついてなかったもんね。テレビ消しといて。いるんじゃないの？どっかに。いない。なんだって。いや、今確実にここの中にいたけど、逃げられた？マジか。
どこ行った？一回置いちゃったよ、スポットライト。スポットライトがなかったら俺なんてもうただの人間。まあ、ただの人間なんですけど、スポットライト持っていたとしても。いる！いますね。右の冷蔵庫のあたりに、なんかファーってなってますよね。あれが。あ、俺のプリン食ったな、今完全に明らかに。あの棚に入れてあったプリン食ったな、今。絶対許さないからな、マジで。いるね。明らかにいるね。映ってますね、その下に。つまりだよ。つまり、待て待て待て、落ち着けよ。この階段の下に、ここに置いて。ほい。取れ取れ取れ。映るはず。いたいたいた！来ていた、ちょっと待って、ちょっと待って。で、これ使う。使え！ライト！よし、よし、ライト！待って、嘘！死んだ？マジか、やってしまった。許せねえ。完全にね、死んでしまいました。これもう一回始めっからなのかな？アイテムはどうだ？あ、あるね、アックス。つまりだよ。アイテムが出たところからスタートか。なるほど。ではやっていきましょう。もう一回。うわ、悔しい。一回も攻撃できずに終わった。前回の方がまだ良かったわ。今反応した。なんか反応したよ。いるんじゃない？痛い。マジかよ。マジかよ。ということでですね、即死にました。はい。その名の通り、その言葉のまま即死にました。はい。もう即死っていう言葉がぴったしね、今の僕に当てはまりましたね。めっちゃ難しいんだけど、このゲーム。このゲームめっちゃ難しいぞ。もう俺玄関から入らないからね。この勝手口から入っていくスタイル。で、やっております。ちょっともう一回やるぞ。おい、スポットライトの方へ来い。ハリウッド俳優になりたいだろ？絶対あいつもお化け役は嫌だと思うんだ。主役になりたいと思うんだ。あいつも。うわ、なに？なに？めっちゃ怒ってる。なんか落ちてきたよ。どういうこと？めっちゃ怒ってんじゃん。よくわかんないけど。ごめん、俺がなんかしたっけ？あの、お化け役のこと結構コンプレックスだったんだ、多分。ごめん。待て待て待てよ。どうしたらいいんだ？どこにいる？いないかな？近くには。ない感じか。またミスってスポットライト置いちゃった。いる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 。いるよ、マジで、ここに。当たんない？どこ？いたいた！当たれ！よしよし！この状態で殴る！うらうらうら！いけいけ！よし！完璧完璧！いけいけ！削り切れ！おお！オッケー。とりあえず一回攻撃完了。こういう感じで、なんか何回もやっていけば、あいつ倒せるらしいんですけど、めっちゃ難しい。ここまでがめっちゃ難しかったんだけど、これを何回もだって？まいまいまい。だいぶなんか黒いのがついてる。真っ黒クロスケと戦ってんのかな、俺はっていう感じな勢いなんですけど、ちょっともうちょっと見ましょう。やべえ、めっちゃ俺焦ってる。ホラーゲーム事情一番焦ってるかもしんない。待てよ待てよ、どこにいるどこにいる。楽しいぞ、でもこれは。いるはずだ、どっかに。まずいな、これ。あの部屋ですね、さっきの部屋。お母さんの部屋にいる。この部屋だ、奥の部屋。待てよ、落ち着け。ここで、置いて、とりあえず置いて。で、まず出す。出ろ。よし、見つけた。え？何やってんの、お前。そこで。お前はもう、終わりだよ。あ、待って。ドアになってる、ドアになってる。よし、よし、来た。いいぞ、2回目。うらどうだどうだ、くらえくらえ。よし、だいぶ削り切ってる。倒せるか？倒せるか？まだか。まだ無理か。2回目で。お母さん、すごい俺頑張ってるんだよ。あれ、妻か。全然寝てるね。お前を切って。待って、ここにいる。ここにいる。皆さん、ここにいる。やっぱり。待てよ。あ、やった。見つけた。これいけんじゃね？いくよ。おい。これ勝ったんじゃね？マジで。うら！あ、やった！倒した！来た？どうだ？どうだ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 ？来たしゃあ、家族の平和を俺が守った。6分59秒。イエース！ということで、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？いや、よかった。幽霊版ホームアローン、実況プレイでございました。こちらのゲームはね、本当に今までとは違った、なんか幽霊に対して攻撃するという新しい
感じのホラーゲームでとても楽しめました。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押してってね。ではまた次回のホラーゲーム実況でお会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。